いや、グンゼもじゃあ通じも頑張って粘って正月さんを待ってたんですけどね。さあ、コモダさん対グンゼのエキシビション5先、キャラ的にはこれまあいい勝負でしょ。これもいい勝負ですよね、うん、まあ若干ブランカーかなぐらいだと思う。さあ、コモダさんははっきりブランカーと言ってますね。さあ、グンゼははっきり、うん、どっち有利ですか。さあ、グンゼもはっきりとブランカーと有利と言ってる。即答されました。私は 6-4 ブランカーぐらいだと思ってます。まあやはりスクリューが画面端まで行かないとはまらないという。まあね、そうですね、なかなか永田正月登場しましたが、頑張って急いで来たんですが、永田正月やっと到着しました。なあ、さあ永田さんと変わるか。さあ、小室さんが永田さんと変わるというまさかの。あとさあ、フェイロンステージですが、まあいいでしょう。 お互いが納得したという形で、はい、じゃあおじきが乱入して5先スタートです。さあ、コモダブランカ対グンゼの5先。さあ、このカード、基本的に、中間前での技の振り合いですね。まあブランカ対空がちょっと微妙なところがありまして、溜まってない時の対空ですね。あとピヨット、おー。さあ、でもグンゼもブランカ戦は相当手慣れてる感じもあるんで、まあそうですね、そこそこ関西にもブランカはいますしやってはいるでしょうが、駒田さんとなるとちょっと話は違うのかな、まあ、なかなかというところですね。思い通りいかないという。基本的に地獄好き連打、遠い前ではこれがかなり安定行動でして、ブランカは勝つ技ありません。基本的に台足が当たる前までいかないとブランカは台足以外当てる技がないんですね。ブランカもね、結構ダメージソースがなかなかないんですよね。そうですね、削り技がなかなかね、はい、あの地獄好きで全部返されるんで。さあ、これはスクリューが確定じゃないのか。多分タッチキックだけじゃないですか、隠るのは。まあ、ただまあ、お釣りがあるというのは大きい。さあ、垂直、さあ、あと一撃だが、あっと、中足ローリング。さあ、あーと削った。さあ、削りをしっかり見てる、コモダブランカ。削り切れる体力だったんですかね。まあ、フラパワーが一応あるんで危ないんですが。さあ、通じの敵を取れるか、コモダブランカ。取る気はなさそうな顔してるが。あとやっぱり画面端まで行かないとスクリューハメが機能しないですね。バックステに対して残念無力です。まあ最近で小村さん自身も最近ちょっとやってるんで、うん、俺は動けてると今日は言ってたんで、なかなか楽しみなかね、対戦なんですけど。ただ画面端まで行ってしまえばほぼほぼブランカ積み、おっと、ダブルにしっかり、あーっと、リバーサー神、これしかないんですね。でもね、あれが本当に小村さんすごいですよね。やっぱりあれもただ読まれてると、あの後ろに下がって持ち上げを透かすとか一応あるには、おっと、素晴らしい。あれは何やってもダメじゃないですか、多分リバーサルのローリングスラッツ潰した。さあ、でもね、経験はでもブランカは使うんで、この対戦はなかなか解説しやすいでしょうね。そうですね、基本的に遠間の対空がちょっと難しくて、タッチ中パンを透かされるようだり潰せるような前で止まれると難しい。おっと、一人抱きしめ。さあ、バーチカルは最低限愛知ぐらいにはいける感じなんですが、溜まってるシチュエーションではさすがに、おっと、素晴らしい、残儀も飛んでくれないと。立ち中で、この後、さあ、相打ちはちょっとブランカ有利だった。小村さんもやっぱり画面足で積むシチュエーションだけは避けようということで、積極的に画面は押しに行ってますね。さあ、でも上と下両方見ないといけない。おっと、素晴らしい。さあ、グンゼ取り返した。なんか神がかってるジャンプ大キックでしたね、今のは。やはりちょっと地上で差し合いは残忍若干分あるんで、上から押したいっていうところを、あのブランカもやっぱしっかり上見とかないとダメなのが辛いっすね、なかなか。完全体育はブッシュバスターしかないんですよ、やっぱり。さあ、これはやばい。さあ、グンズも何かしたかった。結構駒田さんはローリングとかリスクのある技も振っていくタイプなんで、でもダブラリを結構巻いてますね。でもね、小村さんも
一回負けると火がつくんで、まあまあ確かに怒りゲージがあるんですよね、小村さんには。さあ、素晴らしい、掴み通した。さあ、もうどうしようもないか。さあ、上、やはり上ですね。飛んでくるとこしっかり軍勢も読んでたんやけどな。さあ、やはり岩坂見ですね。おっと、地上から重ねると見せて、まあ飛んだりするという手もあるんですが、まあローリングされてるとね、ダメなんで、読み合いでは。あっと、スクリューなら勝ちだったが、さすがコモダブランカ、それは許さない。さあ、結構ローリング巻いてますね。多分、軍勢も今日はなんかリバーサルダブルでしっかりでね、なんか対空とかしたりして、なんか冴えてるところはあると思うんですけどね。あれはしっかり重ねたらやっぱり潰せるんですか、やっぱりブランカも。ジャンプショーパンだと多分潰れますね。ただ、あんまり高打点だと暗いスクリューとかされちゃったりとかあるんで。ああ、そっかそっか。さあ、垂直しかうまく、おっと、垂直の後、吸い込みすごい。垂直攻撃は実は、ブランカあまりいい対象なくて。結構遠距離が長いですね、はい、横にね、あれ。着地したところに技を重ねるとか、そういうことになっちゃいますね、基本的には。さあ、駒田さんも。さあ、上をやはり通してしまうと、おっと、端っこに行ってしまったのに、なぜか。軍勢は、立ち台系スカシスクリューに行ってましたね。さあ、台足がすごい減った、なんか。画面端のハメまで軍勢がなかなか乗っていけないな、暗いスクリュー。いや、この端っこの攻防、熱いですね、これ。かなりやっぱり、端が不利だと分かってるんで、駒田さんもそこで、行く前に押し返そうとしてるんですが、それをさらに軍勢が読んでいるという感じ。この、あ、小村さんがこの組み合わせ熱いとしっかり言ってくれた。かなり小村さんがローリングが多いですね。当然ダブラリー食らっちゃうんで、あんまり使わないブランカ使い多いんですけど、まあ、ただでも中央だとそんなにダブラリー食らっても怖くはないんでしょ、やっぱり。まあただやっぱ置き攻めされてリバーサ出ないと、あ、リバーサーもローリングだとまたダブラリ食らう可能性もあるんで、バックステぐらいしか安定しないんですよ。で、やっぱリバーサーバックステって難しいんで。さあ、もうガードできない、ガードできない、あはぁ、ガードできない。おっと、小村さんもローリングしくった。さあ、こうなるときついですね。あはぁ、あと軍勢かっこよく立ちスクリューに行ったが、バレバレだった、まあ、そもそも今のは間合いが足りてない感じありましたが、超遠かったっすよね。おっと、しっかり上を見てる。素晴らしい、バックステップスクリュー、バックステを座りましたね。さあ、あの重ねバニシングからのスクリューは結構返しづらいレンズですね。さあ、おお、素晴らしい、バニ村ではないよ。あ、なぜなぜ、軍勢さん、ガードできたよね。できなかった、ガードしてミドルキックで OK だったような気も、だったような気がし、終わりでしょ、体力あったよね。なかった、なかった、あったように見えたけどな。これはどっちが正しいかは、まあ後の動画アップで分かりますね。戻っとって、だって4回しか削れないよ、あのスパコン。うん、いやー大丈夫でしょう。まあでもね、やっぱこうやってる本人同士の方がやっぱりその、まあまあまあ確かにね、緊張感の中でやってるんで、見てる我々とはやっぱ視点がやっぱ違うんですよね、やっぱり。さあ、小村さんも、さあ、噛んでいく。さあ、小村さんも気合が今日は入ってる。たまに髪は入れてもいいと思いますね、ブランカー。素晴らしい、あっと、さあ、今のローリングもかなり素晴らしい、強気でいってますね。あっと、さあ、あれはどうしようもない、かぶせる大パンチ。もう、暗いスクリューできなくなると、飛びを暗いスクリューできなくなると、ほんときついですね。おー、素晴らしい。おっと、これですね。
さあ、素直にロースクリュー。やっぱダブラリー、ローリングをダブラリー食らうとなかなか、やっぱり、残機がやっぱり主導権持っちゃいますね、やっぱり。まあ、出す出さないの読み合いで、一体これ半分以上減るやつ。さあ、一気に画面端。お、カウミッカー。さあ、おっと、素晴らしい。これは終わったっぽい。終わったか。おっと、おっと、噛んだ、しっかり。さあ、しかし、耐えてまでやるかね。取り返せるか、しかし、あとショーパン一発で終わる。さあ、軍勢ちょっと、油断。わー、素晴らしい。何が、おっと、素晴らしい吸い込み。イエーイ。ちょっと前広すぎじゃないですか。じゃあ、軍勢何を漏らした今、立ちショーパン、スクリューが漏れた。あー、なるほど。さあ、軍勢と小村さんは因縁ありますかという話ですが、因縁はありません。いやー、今の試合はでかいですね。勝ってれば軍勢 3-3 だったんですが、コモダブランカリーチ。さあ、さすがにね、飛びから髪を3回も通しちゃいけませんね。さあ、やっぱりこう、コモダさんはやっぱ軍勢より通じとの友情を大事にしてるのか。さあ、大林。さあ、ローリングが当たる。さあ、リバサ髪うまいっすね、やっぱり。ことごとくリバサ髪が成功してる。あーっと、これ吸えたかな、まあ、近すぎた。今のはもう半歩後ろでしたね、今のは。近すぎ。あの間合いだと、フラパーにならないっす。下手をすると。さあ、危ないが、さあ、軍勢やはりちょっとスクリューに行けてないのがダメージソース的に負けてますね。さあ、これはもうきつい。これはもうきついですね。あー、歩き神勝ったのはコモブラ。最後はコモダブランカの勝利。さあ、じゃあ、勝った小野田さんに一言いただきますか。お願いします。いやー、ちょっとでもやっぱ軍勢うまいですね。なんか、まあ勝ってたから良かったのは良かったんですけど、結構試合内容はどっちに転んでもわからないのが多くて、結局自分の反省点としては、本来待ち勝たないといけない対戦なのに、得意な読み合いとか腕力で勝ちに行って勝ててる試合がやっぱり何個かあったので、そういうのを排除しないとやっぱ安定して勝てないんで、そこは結構反省点かなと思います。ただまあね、軍勢やっぱりブランカ戦もうまいなっていうのがすごい感じたので、急にやらせてもらったんですけど、すごい熱い対戦ができてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。では軍勢コメントお願いします。いやー、やっぱただでは帰らせてくれなかったですね。いや、ちょっと、レンキャンジャンプに頼ろうとした結果が、ざま、地上戦をしっかりやった人間が、最後には勝つという、いい例だったと思います。まだ、小田市長には東京行った時には、五反田でいいお店にお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、まだ10時50分ぐらい？なんかもう一試合ぐらいやっとく？